ヒアリ、どうやってここに。待て、なんだか様子が変だ。なんだ、なんかまともじゃなさそうだぞ。ああ、まるであの禁漁の外で遭遇した兵士たちのようだ。召喚した？バカな、彼女の力であのような芸当が。話は後だ、来るぞ。どういうこと？彼女にこれほどのスーフの気づく力はないはずだ。ズーグルを片付けて彼女を抑えるんだ。優勝を攻めるのが上策だ。炎がバグナライザン負けに変更が首かとげ。カドメルフェルトライザン、まあ、これ以上に着込むは乱れなく気がする。この好機逃すではあるまい。カド、隣に手を止める。ファーストエイト、ナイスの元に刻まって。エアプレッシャーデュハイム、ソーハー、エルマルディ、魔人剣トーガ、リジェネレイト、カド、シェフ、でも魔人剣トーガ。仕掛けてくるぞ。ええ、気をつけて。あとは彼女だけだ。フィアリー、私の声が聞こえるか。フィアリー、また何か召喚する気だよ。術者の力を上回る術は不可能大きい。
何度も使えば彼女自身が持たないわ。ティオハリム、すまん。やっとしたぜ。大丈夫か？ああ、気を失わせただけだ。そうじゃない、あんたのことだ。すまないが、彼女を治療してやってもらいたい。ええ、ただ目を覚ました時正気に戻っているとは限らないわよ。それにここ本当は入っちゃいけない場所なんだよね。このままここに置いていくわけにもいかないんじゃないの？それは僕が引き受けよう。あんた、アバキール、なぜここに？君のことが気になってね、後をつけてきたんだ。タルニガスの死の話も聞いてしまった。すまない、そんな事情があったなんて。私が自分に都合のいい嘘をついているとは思わないのか？これでも多少は君のことを理解しているつもりだよ。フィアリエのことは任せてくれ。何をするのかは聞かないけど、うまくいくことを祈ってるよ、ティオ。すまない。いいご友人ですね。昔からそうだった。常に一歩後ろに立って、目立たず気を回しすぎる。フィアリエにも気の毒なことをした。彼女がああなったのは自分のせいだと思っているのですか？彼女をけしかけた何者かが、こちらが手出ししづらいのを承知でそうしたのは明らかだ。君もだ。君もフィアリエも私と関わったことで大切な身内を失った。兄の死の直接の原因はケルザレクであり、彼を操ったアウメドラです。タルニガスの死にしても本当の原因はスルドブリガであり、ひいてはレナの階層社会そのものにあるはずです。だからこそあなたはスルドブリガを終わらせようと思ったのではないですか？そうだ。そうすることでしか私が死なせた人々に償うことはできない。償うことなどできません。できないんです、ティオハリム。辛いことです。死んだ人は死んだままです。何もできません。受け取ることも許すことも。罪を忘れろというのか？違います、その逆です。決して忘れず、でも生きるんです。死者のためでなく聖者のために。聖者のために。そうだな。俺たちはまだ聖者の側にいる。何かできるとしたら、それは同じ生きている奴のためなんだろう。生きているということはまだ何かできることがあるということです。責を感じるというなら、罰を求めるのではなく、その原因を除くことが私の務め。明日のために生きてください。昨日ではなく、そしてあなた自身もその中で努力しよう。でもまずは禁猟の謎を確かめることが先だよ。シオン、おかげで助かった。改めて礼を言う。どういたしまして。フィアリエのこと傷つけずに止められてよかったね。